愛知国際放送、愛知国際放送株式会社、愛知国際放送、英文社名、愛知インターナショナルブロードキャスティング CO、LTD は、かつて存在した、超短波放送、FM 放送で、外国語放送を行っていた、一般放送業者、現、民間特定地上機関放送事業者。愛称は、ラジオ、愛、レディオ愛。コミュニティ放送を除く、 一般放送事業者で他社との合併や事業譲渡がされずに自主的に閉局し解散した初めての事業者となった。中京広域県及び静岡県のうち外国語放送実施地域愛知県名古屋市、瀬戸市、豊田市、岡崎市、常鍋市、豊橋市及び静岡県浜松市を放送対象地域とした。 他の愛知県に本社を置く放送局とは異なり、静岡県浜松市が放送対象地域に含まれていたため、愛知県内の放送局で唯一静岡県内に中継局を持つ放送局だった。実際の聴取家の地域としては、岐阜県美野地方、三重県の平野部のほぼ全域までが含まれていた。名古屋に本店を置き、製薬や工学機器などを扱う商社である、 講和グループの一員であり、放送機器も講和製のものを使用していた。サービスエリアはミッドランド、パーソナリティは IH、IJ と呼ばれていた。メグネット系列に加盟した外国語放送局の一つで、日本語や英語だけでなく、中国語、タガログ語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語等の番組も放送していた。開局当初よりキャッチコピーは、 フィール・ザ・ウェイブス、スース・ユア・マインド、波を感じ、心を癒せ。なお、ミッドランドスクエアシネマで、イメージ CM を映画上映前に流しており、そこでのキャッチコピーは、ラジオのある生活、ラジオ愛だった。開局時より、赤字が続いたことから2010年9月30日24時の放送終了をもって、閉局し、同年10月7日、 放送免許が総務省に返上された。2003年3月31日時点。出九1999年8月10日、愛知国際放送株式会社、ラジオアイ、以降同社を設立。会社設立と、ほぼ同時。1999年12月に、インターフム FM コ,コロラブ FM からなるメグネットを、設立する。事実上のキーはインターフム。 2000年4月1日6時 JST5 年後に愛、地球博を控えた中、地域の国際化を図る目的で講和を中心とした地元財界が趣資し開局。日本の地上波民間放送局では全国190番目、内ラジオでは全国99番目、FM では全国51番目だった。同年9月1日には 豊橋と浜松に中継局が開局し、サービスエリアが構築された。ラジオ愛には、かつて二つの放送スタジオが存在した。従来の日本式放送室を構えた第一スタジオは、アナウンサー、エンジニア、ディレクター、また、アシスタントディレクター、AD のための個別ブースが備えてあり、アナウンス室の外で AD が待機できる場が設けられているほど大規模なものだった。 アナウンサーとその他のスタッフの間には防音窓が設置され、アナウンサーとディレクターの通信にはスタジオなインターコムが使用されていた。第二スタジオは第一よりも小規模でディスクジョッキー、DJ またはディレクターが一人で作業する作りとなっていた。ワンマン DJ スタイルと言われるこの形式は米国はもとよりほとんどの海外小規模ラジオ放送局で活用されている。 日本では1993年に北海道の FM ノースウェーブ、FM ノースウェーブが同スタイルを導入。その後、多数のラジオ放送局も同スタイルを取り入れ、1997年には福岡のラブ FM、ラブ FM 国際放送もワンマン DJ スタイルを取り込んだ。近隣のラジオ放送局に合わせ、ラジオ愛もまた同スタイルの導入を決定。 かつて、ワンマン DJ として活躍していたラジオ愛の放送部長主導のもと、2000年2月に経験豊かなワンマン DJ の直接雇用を呼び、オーディションを実施した。ワンマン DJ スタイルは、1993年より、日本国内の放送局で活用されていたスタイルで、あり、ラジオ愛独自のものではない。この国山から電波を発信したため、 受信は良好で三重県や岐阜県のかなりの部分でも、聴取可能で、コミュニティ FM よりもよく聞こえた。地元財界の主要企業の出資を受け順風満帆な、船出をしたかのように見えたラジオ愛ではあったが、開局当初からラジオ離れが進む時世であり、赤字経営が続く。2004年度には講和より、電子機器販売事業を請け負い、インター B では、 連名で表記した販売ブースを設けるなど収入改善を図ろうとしたが業績回復にはつながらなかった。2008年8月、経営効率化のために全株式を講話が引き受け、講話の100%子会社となる。しかし2008年9月に起こったリーマンショックが東海地方の経済にも直撃したことで一層広告収入が落ち込み、親会社の講話も 同社を支えきれなくなる状況に陥った。そのような状況下、2010年1月1日1時、2009年12月31日25時、から1月11日2時、1月10日26時には、DJ なしで音楽を流し続ける、ノンストップ放送、一部時間のくを行い、明けて1月11日には大規模な番組改編を実施した。 こうした新規リスナー及び広告料収入獲得の手こ入れを行ったものの2010年3月期までの累積赤字は28億8400万円に膨らみ今後も黒字転換は見込めないとしてさらに講和グループの事業再編の関係で講和のみで同社を支え切ることは困難と判断したことから同年6月15日他社などへの事業譲渡は行わずに 同年9月30日をもって放送終了、放送休止、閉局することが発表された。同社は同年10月7日、放送免許を返上し、生存手続きに入ることになる。総務省によると公共性の観点から免許返上の容認はしないが、最後は会社側の判断ということで、同社の放送休止を事実上容認している。なお、放送終了を決定した、 放送局は民放初期の頃の合併、統合、及び沖縄の AM ラジオ局局等放送が FM 局に移行し FM 沖縄として継続したことを除けばテレビラジオを通じて県域民放としては初の閉局となった。かつて日本に存在した放送局も参照。同局でニュースアナウンサーを務めた広島明子のブログによれば 私の知っているところが9月30日に閉店とラジオ愛を名指しこそしていないが閉店を知らせる張り紙をギリギリまで出さず受け継ぎたいとせっかく手を挙げた人がいても遅すぎましたね。で済ませようとしていますと他社から事業上との打診があったものの断っていたことを示唆している。最終放送日となった2010年9月30日は 7時24時まで17時間にわたり、閉局特別番組を生放送した。23時59分に最後のコールサインを告知し、閉局の挨拶を行った。日付が変わった10月1日0時、9月30日24時をもって放送終了。2分後の0時2分に完全停破し、10年半の歴史に幕を閉じた、詳細は後日。 同社が閉局へと舵を切る中、2010年9月6日には、社員の一部が、同局のコンセプトを継承しようと、インターネットラジオ局、ラジオアイスケープ、レディオアイスケープを2010年10月1日を立ち上げることを発表した。名古屋市内で、ギャラリーやレストランを運営するパラマウントが出資し、放送部のプロデューサーが代表を務め、4人のスタッフで、 名古屋市西区のアパートに運営会社有限会社エヴァを立ち上げてスタートすることになる。放送形態については、DJ などのパーソナリティは置かず、平日10時18時の間サイト上から配信。流れる音楽は e g リスニングが主体になる。ゲストを招く際はスタッフが聞き役に回り、番組内に登場する。放送機器は、同局からの譲渡でしのぎ、 スポンサーも開局後に募ることにした。これにより、全国での視聴が可能となる。ラジオアイスケイプは、試験放送を経て、同年10月11日に本放送を開始した。なお、放送配信は、ユーストリームを利用し、基本的には音声のみの放送、一部映像も含めて、放送をしている。その一方で、ラジオアイの閉局を2010年9月30日に、 ミスエ、過去10年間パーソナリティ、愛 g 及び監督を務めたアナウンサーが、ラジオ I、ZIPFM、FM30、東海ラジオ、Z100 ニューヨーク出身らのアナウンサーやエンジニアと手を組み、2010年9月1日に NAGOYARADIO.COM を設立。スポンサーは5社。開局日は、名古屋で開催された。 生物多様性条約第10回定約国会議 CBDCOP10 と時期を合わせた2010年9月30日に10人のスタッフで試験放送を実施同年10月から24時間週7日体制でライブ365ソプカストユーストリムアースカムディスティニーラジオネットワークなどのライブストリーミングサイトで放送を開始放送の内容については ロック及びニュースとホームページ上に記載された。10月31日午後5時に放送された最初の特別番組では、元ラジオ、アイパーソナリティが3人出演し2時間のライブショーを追った。2010年12月に、名古屋情報誌生具の記者、ダニエル・オストランダー、ダニエル・オストランダーから取材を受けた際、名古屋ラジオは、リアルラジオ4位は言わず、イヤホンで、超リアルラジオ、 ザ・ボイス・フロム・ザ・ボイド、空中よりの声と自身の放送局を表した。それらの言葉は名古屋ラジオがホームページやブログではなくインターネットストリーミングの FM ラジオ局を目指しての設立であったことを意図している。また名古屋ラジオの総支配人及び番組編成者は名古屋ラジオは名古屋地上波ラジオの配下生まれたと同取材で述べた。 2010年12月に日本語と英語で通常番組の放送を開始。翌年3月には日本語、英語、ポルトガル語、イタリア語、フランス語、アラビア語、中国語で地域ニュースを取り上げるようになった。2011年5月から名古屋ラジオの特集が名古屋のスポーツバーやイベント会場などで放送されるようになった。 ただし、2017年現在はサービスを行っていない。この愛知国際放送による外国語 FM 放送が終了して2年後の2012年10月、関東地区で展開するメグネットの機関局となるインターフム。当時の正式名称は FM インターウェーブが中京圏での外国語 FM 放送の再開を目指した新曲開局構想を発表した。 2013年8月6日にインターフムから放送免許申請が提出され11月1日付をもって FM インターウェーブ名古屋として予備面が降りた2014年3月の試験放送サービス放送を経て4月1日午前7時にインターフム名古屋を正式名称として開局したさらにインターフム名古屋は二千十五年十月一日ラジオネオに 局の名称を変更した。なお、名古屋本局の周波数と出力は、ラジオ愛から事実上引き継ぐ形となるが、放送局名、コールサインと実行放射電力、送信書、演奏書、サービスエリアなどは、ラジオ愛とは異なり、東山タワーを用いている、ラジオネオ放送局データ参照。午前5時起点の24時間放送を行っていた、過去には、 毎日の24時間放送を実施しない時期もあった。ただし、日曜26時29時、翌月曜深夜2時5時は、テクニカルメンテナンスのため休止、停止していた。クロージング時に、放送休止のお知らせと、周波数等を日本語でアナウンスした後、日本語と同内容を英語でもアナウンスを行っていた。そして波の音が何分か流れた後、間、 無音を置かずに突然休止するパターンだった。なお、最終日、2010年9月30日は、英語でのクロージングを行わなかった。4時50分過ぎからオープニングになる。放送休止時と同様、ここでも、停波状態から無音を置かずに、鳥の鳴き声が流れ、放送再開のお知らせをアナウンスを行っていた。番組開始前や長時間帯、6時、7時、 8時、12時、15時、などに30秒のタイムシグナル、時報が放送された。59分30秒にスタートし、BGM に載せながら、共産スポンサーがある場合は、そのスポンサーの日本語での、CM を、共産スポンサーがない場合は、キャッチコピーと、ラジオ i79.5、70、9.5FM の後、男性による英語のナレーションで、スポンサーがある場合は、 ラジオ、アイ、スポンサー名、ザ・タイム・イズ・アン・ウン・シング、時間・オー・クロック、スポンサーがない場合は、ザ・タイム・イズ・ナウ、時間・オー・クロックが挿入された。音楽が終わったところが、正時、零零分零零秒となるようにタイミングが設定されていた。音楽は、全曜日共通。放送終了が正式に発表されて、以降、2010年9月1日からは、全スポンサーが撤退し、 かつ、ほぼナレーションも挿入されなくなり、そのまま英語で時間を伝えることが多くなった。2010年1月1日1時、2009年12月31日25時、から1月11日2時、1月10日26時まで、愛知なしで24時間音楽を流し続ける、ニューイヤースペーシャルノンストップミュージックデイズという別番組が放送された。ただし、 CM タイムシグナルや各種情報番組、ヘッドラインニュース、ウェザーインフォメーション、トラフィックインフォメーション、パブリックサービス、アウンスメンツと、強し山中ミットナイト東京、時代マップミーティング、ガッツジャパン、オーディオスクエアの4番組は、通常通り、この間のテクニカルメンテナンス、2010年1月3日26時 -29、002を放送休止がなされたかは不明。 放送最終日は2010年9月30日7時24時まで、ラジオ、アイザファイナルデー、さよならミッドランド、ラブラジオ、フォーエバーミュージック、レディオアイザファイナルデー、さよならドランド、ラブレディオ、フォーエバーミュージック、と題し、すべてのアイッチが登場して放送する17時間の閉局特別番組を放送した。番組は全編にわたって、 スティコムによる動画及びジングルヘッドラインニュース等のオリジナル音源とアイッチ音声配信が行われた。18時30分過ぎの最終ニュース、ラジオ、アイヘッドラインニュースでは、同局の閉局をニュース項目として組み入れ、これまで聴取者から寄せられた情報提供に感謝の言葉をニュース調で述べた。ニュース枠終了後は、聴取者から ニュースアナウンサーへのメールやファックスも多く寄せられていたことからこの時間枠を担当したアナウンサーであった広島明子広島明子が愛知とクロストークを交わしメッセージを紹介したりした。さらにラジオ愛では最終の交通情報枠となる18時45分頃からのトラフィックインフォーメーションではジャーティック職員から ラジオ愛からのラストのロードトラフィックをお伝えしてまいります。残念ながら事故の情報からお伝えしなければなりませんと閉局を意識した展開となった。情報終了後、締めくくりの言葉としてラジオ愛のラストの情報をお伝えさせていただきました。本当に光栄です。10年間ラジオ愛からロードトラフィックをお伝えできたことをジャーティック一同。 決して忘れることはないと思います。それでは、ラジオ愛の皆様と、コンラジオを、お聞きの皆様の交通安全を心から祈りまして、お別れをしたいと思います。皆様お元気で、ジャーティックの吉田でしたと締めた、提供枠のためそのまま CM 入り、愛知からの受けコメントなし。この番組を編成するため、29日のラテランでは、デイブレイカー以外の全ての番組に、 終わり、最終回のマークがついた。エンディングは、愛知のほぼ全員で、サンクユーフォー・ザ・ミュージックと曲紹介、アボのサンクユーフォー・ザ・ミュージックがラジオ愛を締めくくる、閉曲直前の最後の楽曲となった。フルコーラス演奏後、通常の事前収録された、コールサイン及び、各地周波数と送信出力の告知に加え、2000年4月1日から10年、 6ヶ月にわたってお送りしてまいりました。中略。この間再度サイドコールサイン告知これをもちまして、当局の放送をすべて終了させていただきます。長らくのご声援、本当にありがとうございましたと閉局を告げた、英語によるアナウンスはし、30日24時をもって放送終了。無音を経て、2分後の翌10月1日0時2分に完全停破した、上記のように、 現役民間放送初の廃曲とあり、9月30日には、f m 知の番組内で、パーソナリティの川本恵子が、放送人として複雑な9月30日と、間接的にラジオ愛の閉曲に触れているほか、他曲になる東海ラジオや CBC、ZIPFM のパーソナリティ及び DJ も、個人的な感想としてこの日の放送に触れている。また、10月1日放送の、ニュースエブリー、 中京テレビローカルパートでも取り上げられ、クリス・グレンがインタビューに答えた。この中でクリスは、びっくりした。今年開局10周年ですから、お祝いの年に放送停止の発表はないと思っていた。すごく残念。ありえないと思ってる。一番大好きで愛してるのはラジオ。そのベースがなくなると、残念ながら、名古屋を離れなくてはいけないかもしれないと述べた。なおクリスは、 英局後の2011年4月にかつて所属した在名局の ZIPFM で活動を再開している。2010年4月1日から9月29日、下記の番組はいずれも2009年12月をもって終了を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。